つなげよう海への思い、みんなの青色。静岡県熱海市の網代漁港、熱心に魚に見入る一人の女性が、熱海鮮魚ベースの代表を務める水野彩子さんです。熱海で暮らす水野さんは、地元で獲れる魚への興味関心を深める活動をしています。実はその日本で獲れる魚の 3,4 割、1500種類の魚が獲れるかなり豊かな海でして、意外とそれを熱海の人も、もちろん市以外の人も知らないっていうところで、熱海の海の面白さ、あとは反対に課題っていうところを知ってもらうような取り組みをしてます。これまで特に熱意を注ぎ込んできたのが教育の分野です。この日は市内の幼稚園で水揚げされた魚を触ってみたり、絵を描いたり、さばく様子を見たり、子どもたちが海を身近に体感できるイベントを企画しました。やっぱり海っていう土壌がすごく子どもたちの生きる力を育むとか、五感を養うとか、そういったところとすごく相性がいいなと思ってはいるので、海をみんな活用してほしいなというか、っていうふうには思ってますね。私が伝えたい海への思いは、一人一人の海岸線を引き直そうです。海との付き合い方、海との関係性っていうのは、もう全く正解がないので、自分の身近な海ってどうなってるのかなっていうところに思いを馳せてもらえたらいいなと思ってます。熱海の海から全国へ、水野さんは未来を担う子どもたちに向け、理解を深めるベースとなり発信し続けます。人は海と共にある。海と日本。